の政治家岩手県陸前高田市長陸前高田市女役副市長陸前高田市議会議員を務めた神奈川県足柄上郡松田町生まれ東京都町田市立鶴川第四小学校町田市立鶴川中学校東京都立町田高等学校卒業 ZIP は岩手県議会議員を3期務めた戸場和夫母方の祖父は 松田町議会議長、おじも松田町助役を務めた。10代の時はバンドを組んでプロミュージシャンを目指した。アメリカに留学し、帰国後にソフトウェア会社に入社。28歳の時に陸前高田市の食品会社に入社。1995年に陸前高田市議選に出馬し、初当選を果たした。当選後は自由民主党系の会派、総風会に所属。 陸前高田市でタラソテラピー施設の建設が計画された際はこの計画に反対し住民投票条例制定を主張した。同様にタラソテラピー建設に反対した日本共産党に所属する市議の中里長戸がタラソテラピー建設反対の運動を行う住民運動グループ陸前高田市政を考える市民の会から押されて陸前高田市長選に出馬した際 中里陣営の選挙対策本部で幹事長を務め、中里の当選に尽力した。なおこの市長選では、鳥羽が所属する自民党系の総風会も、中里を支援し、異例の自供共闘が見られた。2007年、中里市長から陸前高田市助役への就任を要請され、市議を辞職して助役に就任した。2011年、中里長戸市長の引退に伴い、 市民団体、新しい陸前高田市を作る市民の声から押され、無所属で陸前高田市長選への出馬を表明。民主党推薦の元県議で元副市長でもあった菅原和都氏を破り、当選を果たした。市長就任直後の2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震による津波で、市役所が全開、多くの職員が犠牲になった。 また妻も行方不明となったが子供二人を親類宅に預けて職務を遂行。4月5日に妻の遺体を確認した。4月2日には被災地を視察に訪れた内閣総理大臣官ラオトに被災状況を説明。その後記者団に対して一国のトップに直接訴えかけができたのは大変ありがたいと語った。2015年2月大佐で再選した。 2019年2月、時点の候補とご評価で参戦。ありがとうございます。